龍が如く6よろしく。まあまあ、小清水君、せっかくの祝いの席がこの私が水に流せと言ったんだがね、聞こえなかったか。ああ、皆さんこんにちは、龍が如く6に岩見造船会長岩見平蔵役で、出演をさせていただきます塚山雅音です。いや、難しいというよりもどちらかというと楽しい方がありますね。パーセンテージで言うと100あったとしたら楽しいのは多分70ぐらいです。あと30は苦労するというのがありますけれど、そのそれにまで挑戦するというか、だからまあ楽しみながらということはとても大きな要素でありますよね。好きですからね、その要するに当てることというか吹き替えというか声の仕事というのはね、まあ、広島の極道のどうのこうのという話でございますからね、文太さんならどんなお声を出すんだろうなとかね、もしかしてこれを、デニーロがやったらどんな声でやるんだろうなとかね、こんなことをやっぱりこう思いながら、だからおい君って例えばこういう声で言うか、おい君って声出せばいいのかっていうことは、だからさっきも言いましたけど楽しみながらということですかね。岩見平蔵という人物は世界でも呼び寄りの造船会社会長ということなんですが、造船だけでなく広島の病院や学校や交通機関まで岩見グループが関係して、その影響力は国の政治にまで及んでいると。今回の物語で描かれるのはそういった広島です。そして岩見平蔵はその広島を戦後の焼け野原から作り上げてきました。当然そこにはきれい事ではない歴史と因縁があって、物語を通じて桐生もそこに巻き込まれていくのですが、この先はぜひゲームをプレイして皆さんのその手で紐解いていただければと思います。よろしくお願いします。